カビラ・アサキヨシは元放送局経営者。愛称はカビラ・キヨシ。バプテスト派のクリスチャン。通訳や音楽の分野で琉球王朝に仕えたかは平家の末裔。父は引き上げ3ヶ月前に台湾で亡くなる。兄のカビラ・アササルと共に家5店支流無機エ家伝内の家系である。長兄のアササルはアサキヨシが高校卒業まで、 台湾放送協会台北放送局ラジオ新聞初代編集長。小説、戯曲、詩の執筆、銀の光子供楽園で放送劇、児童劇を執筆、演出。2兄の朝はじめは、教師、RBC 放送課長、同編成部長を歴任。放送劇や音楽執筆に携わった。3兄の朝よは、麻布獣医学校卒業後、 畜産や舞踊で過ごした。妻はアメリカ人のカビラ・ワンダリー。三人の息子はジョン・カビラ、カビラ・ケンジ、カビラ・ジエ日本統治下の台湾台中市で生まれる。小学生時より児童放送劇団に入り台湾放送協会で放送劇に出演。医学を志し、台北高等学校理科をつるい愛に進学。在学時には後に、 裏切られた台湾を表すジョージ・エイチカーにも支持しており、戦後も長らく信仰を持っていた。在学中に陸軍に当兵として徴兵されている。終戦後復員し台北高等学校を卒業。1946年12月、沖縄に引き上げる。自身として初めて踏んだ沖縄の地は爆撃や過熱な戦闘で荒廃しており、これを見て、 母がつぶやいた、国破れて、産がありと言うけれど、産がも残らなかったわねが、今も印象に残っているという。米兵の相手をする沖縄女性の性病検査の仕事、沖縄民政府芸術課長を歴任。博物館でのアメリカ軍の将兵の通訳も務める。その後、長兄の朝猿が、沖縄には、娯楽と情報と教育の面で、ラジオが、必要と米軍を説得した上で、 琉球放送の前身である琉球の声放送を1949年に設立、朝猿に頼まれる形で、朝清は、同局の初代アナウンサーに就任した。1952年、NHK アナウンサー25期の養成研修を受講。同期に鈴木健二等がいた。帰局後、放送課長、チーフアナウンサーに昇格。 1953年10月から1957年10月には、渡米し、ミシガン州立大学大学院に留学、放送局の経営を学ぶ。修士論文は、沖縄を交えた内容。この事後の妻になるワンダリーと出会い、3年の交際を経て、沖縄で結婚した。帰国後 RBC に戻り、KSBK 局長を1年務め、その後は、編成課長。 解説委員長、常務取締役を歴任。テレビ局の立ち上げや経営に携わり、ザヤス聖徳社長の通訳も務めた。1967年9月23日には、NHK 沖縄放送局の前身となる沖縄放送協会を設立し、初代会長に就任する。1972年の沖縄本土復帰に伴い、5月15日に、 NHK に統合される形で、沖縄放送協会は、解散、一家揃って、東京に転居し、NHK へ移り、会長室主管、経営企画室国際協力担当経営主管を、歴任した。1992年に NHK を退職。その後、昭和女子大学で、英文化教授、副学長、副理事長、幹事を経て、2011年に名誉理事、 名誉教授。沖縄関連で、秋人天皇に、たびたび進行している。近年は、神奈川県横浜市青葉区一河お城に住み、現在は、東京都港区在住。2019年6月23日に、J-Wave で放送された、長男ジョンが朝清にインタビューした番組、J-Wave セレクションジェネレーショントゥジェネレーションストーリーズオブ沖縄が2020年に、 第57回ギャラクシー賞ラジオ部門大賞2020年日本民間放送連盟賞ラジオ部門グランプリラジオ共用番組部門最優秀賞を受賞ありがとうございます。